さよなら地匠、おかえり地匠。忘却バッテリー、第10話の反応集&感想どうぞ。開幕地匠来た。地匠モードまだ続いてた。クソ先輩方は試合にはちゃんと来てくれるのよな。ベスト4入りを果たした強豪校、氷川。地匠モード長いね。地匠が話してるとびっくりする。まだ慣れねえ。牧田初登場だ。巻き寿司、巻きた、セリフ盛られてる。煽っていくスタイル。わざと間違ってるやろ。清峰は天然のナチュラル煽りだけど、要は完全に分かって煽ってるから悪いね。雑魚は覚える必要ないからね。地匠かっこいいんだけど、地匠も恋しいぞ。巻田くん、すげえイメージ合う。もうオレオレ詐欺みたいになってる。忘れっぽい、深めに。地匠の煽りスキルの高さ好き。前回からそうだけど、声がちゃんと地匠なのすげえな。千早ともお知り合いですか。アニメの巻田、愛らしいな。生まれた時にへその緒と一緒にデリカシー切り落としてきたんかこいつ。今回は千早掘り下げなのかな。やめてやめて巻田。マウント取るな取るな。返事がボットかな。ほんとそうですかとしか言えねえよな。千早の声がずっと暗い。そのんけ先輩、欠席卒業写真みたい。あんなやつに彼女いるわけねえよな。いや彼女悲しくなってきたお。カスみたいな先輩いないけど人数足りるのかな。ちゃんともう一人の先輩は来てくれるのね。地匠かなめ系に鳥肌が立つはおい。かっこいい地匠。もうパイゲとか言いそうにないな。地匠だあれ。催眠療法が解けかけてるか。アホが表出しかけている。戻るのかバカに。パイゲ復活か。漏れ出るパイゲ。一発ゲーする流れ。気象が漏れ出し始めてる。このタイミングでアホに戻ったらやばいぜ。リアルトリックアートとかいうパワーワード。二遊間のワードセンス。精神攻撃は基本。大味な野球好きなんか。気象構えだけでかっこいいな。カットあるぞ楽しみすぎる。カットあるぞおじさん、カットあるぞ。カットボールダイヤのエイで見たぞ。カクッとなるのか。どんな仕組みで曲がるんだ。カットあるぞの動きじゃない。パイゲがにじみ出ている。無意識にギャグぶち込んできて笑う。カットではない、カットではないんだ。気象の終わりの時が近い。死ぬみたいな言い方やめろ。練習試合で申告敬遠ありなのか。感動しててわろた。器がでかすぎる。地匠って山って呼ぶんだ。ただのはファンだった。アホだった日々とか言われてて笑う。アホだった日々を思い出すことあるんだ。パイゲがカットインしてきた。サブリミナルパイゲやめろ。浮かび上がるパイゲやめろ。本人より先に周りがパイゲを思い出した。時間差でパイゲが受けた。パイゲが面白く思えてくるなんて言い続けるものですね。パイゲ言ってたのはお前じゃい。お前が言い出したことだろう。山のツッコミもやっぱ面白いわ。アニメーションの動きいいよな。マジで野球アニメしてるな。気象モードのアドバンス有能すぎだろ。山田くん、ただのモブじゃないんだよな。最強バッテリー来たわね。これが黄金バッテリー本来の力。これがフルスロットルの清峰遥と要系。あんたらが最強バッテリーだよ。清峰くんは今実況することしか考えてない。山ちゃんの観測者の語り。清峰の集中、原作の絵に近い。投げることしか考えていないモンスター。三者連続三振、バケモンだぜ。やっぱ無意識にアホバージョン相手だとちょっと遠慮してたんかね。仲間すらドン引きしてるところが怪物バッテリー感出ててめちゃくちゃいい。ベンチシーンの影の使い方がうまい。よかった、トモショーエイパート保った。アホの要系が好きだから早くアホに戻ってほしい。霧島来た。関西弁糸目が現れた。糸目関西弁、怪獣八号にもいそうだ。星名副隊長が野球部に転職してる。関西弁キャラに火災健忘多すぎ問題。この関西弁強いオーラを出している。関西弁の糸目の色白キャラは信用できない。まだ敬語が使える巻田。
パワーピッチャーの牧田。要系の価値に最初から気づいている霧島さん。これでキービジュのキャラ全員出たな。やばい、適度にアホが。少しずつ戻ってきててくさ。アホに戻るかどうかという別の戦いが。試合中に吉祥寺行こうとするな。やばいよやばいよ。その動きはカットではない。2回目。アホ系が目覚めてきた。みな必死すぎる。試合終了までにパイ入れそうやな。監禁プレイきた。ダグアウト内で縛られることある。パイゲって言ってますね。これ地上が9回まで持たない。試合中に縛られるの史上初だろう。ノンキン元気玉。牧田のゴリラワインドアップ最高。霧島がなんか言ってるうちに終わりましたね。元に戻った。催眠療法が切れてしまった。サービスタイム終了です。おかえりケイちゃん、早かったね。9回まで持たなかった。ケイ様じゃなくなったぞ。清峰の目から光が消えた。 B パートは保たなかったか。やま泣いちゃったじゃん。どしたん、話聞こか。お前のせいじゃい。無理輪問答はこっちのセリフだ。記憶喪失者でちょいちょい戻るのは新しいな。ポテチバリ。お菓子開けんな。山のツッコミが的確で助かる。くてぶてしすぎる。やっぱギャップがすごいな。こういう感じで地上モードと入れ替わっていくのかな。フィジカルとタクティクスきた。フィジカルとタクティクスだろ。野球はフィジカルが全てだからな。わざわざ千早を降りに来た牧田。やっぱちょっと流れ変えて千早の壁開け示唆してきたか。サウンドオンリー。立ちふさがる壁で終わるってことはいつ。来週は千早に悲しい過去。データメガネ挽回チャンス来たか。頭撫でられ幼千早で横転した。そんな解像度の上がりそうなこと。忘却バッテリーはギャグ作品と見せかけて球児のトラウマの解像度が異様に高い作品だからな。抱いてるグローブがラグビーボールに見えてやっぱトライナイツやんって思ってしまった。体感5分。カットあるぞからのコメディーパート最高だった。アルジャーノンがこんなギャグになるとは天才だろ。野球ものとしても面白いし、ギャグとしても笑えるし、泣かせるストーリーもあるとか、いやすごいわ。地上モードもっと見たかったけど、この辺りでパイゲに戻るのがイヤンバイなんだろうな。地上からアホへトラン降下するのめっちゃ笑ったけど、時間制限でもあるんか。先週の催眠術で治りかけてたのに無理やり連れて帰ったから、なんか中途半端になってる。なんで周りの人は地上モードが次元であることを予測できてたのかがわからんのだが。俺のこと好きになっちゃったとか言ってた人が今一発ゲーする流れだったとか言い出したらビビらない。会議を軸に戻る戻らないをやる発想地味にすげえよな。一発ゲーの流れしかり、カットあるぞしかり。名前もわからん控えピッチャーの手元にも手を抜かない作画。悪い先輩が一人でも参加してくれてるのが意外だった。てかロン毛の方は山田の控えじゃ情けなくて来れないのか。牧田、単なるフィジカルおバカがあんな手してるわけないから、高校入ってからいろいろ思い知らされてるんだろうな。霧島の中の人、怪獣8号の副隊長みたいね。今日キャラ感あるな。こういう練習試合の時の審判って、どういう人がどういうとこからやってくるの？高野連に登録されている審判の方、高校専属の審判員、高校の OB、コーチやスタッフ、野球部員等様々。申告敬遠とか言ってたけど投げもしないもんなのか。審判に敬遠しますって申告すれば4球分投げなくて済むやん。忘却バッテリー第10話視聴させていただきました。相変わらず作画すげえな。野球シーンめちゃくちゃ気合入ってるのが伝わってくる。今回から氷川旋回し、まだ地上モードは保ってましたが、途中で戻ってしまいました。こうやって戻ったりまた地上になったりと繰り返していきます。お手軽記憶喪失。しかし今回はまだまだギャグで収まってる範囲ですが、これからこの地上と地上の闇がどんどん見えてきますからね。原作から結構細かいセリフがカットされてましたが、まあ流れは一緒だし特に気にならなかったですかね。特に見たかったカットあるぞのシーンがアニメで見れてよかったです。しかも天丼で東堂のカットじゃねえの言い方がめちゃくちゃシリアスのトーンで笑ってしまった。
でも山ちゃんが浮かれすぎて牽制アウトになったシーンや、ムリリン・モンローの後のセリフは聞きたかったな、ありえないつなぞすぎるティをアニメで聞きたかった。冒頭ではマチタはまずいきなり千早見つけてのんでり発言したんですが、先に地上に煽られてましたね。ここでの煽りスキルはなぜか多くなっていました。牧原くんは原作にはない言い間違い。ここの地上はまあわかると思いますが、わざとです。あの短い会話の中でこいつうぜーって感じ取ったんでしょうな。マチタはな、今回だけ見ても千早をいじめるまだまだ熱苦しいヘイトが溜まってるキャラに見られがちですが、霧島は関西弁キャラのマチタから見て先輩ですが、こうやって見ると最初からかなり要系を意識していますね。次回は千早の過去編ですね。東堂の時も結構兄折りで盛られてたし、予告でも見たことない絵があったんで、かなり気合い入れて作ってそうです。あのの表現がアニメでどうなるのか非常に楽しみ。残りには夏アニメに食い込む形で最終回を迎えますが、最後の K のあの独白もどうなるか今から待ち遠しいです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。